昨日井上尚弥選手すごかったね。おめでとうございますチャンピオン。よいしょ。はい、というわけでこんばんは、始まりましたアイアムリンナー TV 11回目の配信になります。よろしくお願いいたします。イエイ。というわけですね、早速ですが今回も素敵なゲストが来ていただいております。はい。わー、暑い中ありがとう。で、どなたが来てくださいましたか？はいはいはい、兵庫県出身の14歳、たっくん、どうしたの？14歳、いや、すごい若いじゃん。14やで、13歳差やで、私とすっごいヤングやんね。今までいろんなゲストさん来てくれたけど、うん、間違いなく最年少だよね。いや、間違いないよ、間違いなく最年少、14歳。ではでは、改めましてご紹介いたしましょう。 From 兵庫から、レイさんです。よろしくお願いいたします。はじめまして、こんばんは。14歳、レイです。よろしくお願いします。お願いいたします。14歳、若っ。ってことは今中学生。はい、中学3年生です。あらあらあら、もうダメダメ。14歳の女の子と喋る機会なんかないじゃないですか。もうね、僕27歳のもうこんなヒゲ面のおっちゃんね、逆にないか。27歳のこんなヒゲ面のおっちゃんと喋ることもあんまないですもんね。いや、でもそんなことないです。ある、たくさんの方と、はい、話してる気がします。そうですね、事務所の偉い人とか。逆に僕は全然もうないんで、ちょっと今緊張してるんで、今日なんかあったらすいません、さっき言うときます。よろしくお願いします。お願いします。キラキラした笑顔、ありがとうございます。ってことは今中学生ってことは、今夏休みに入ったのかな？はい、夏休み入りました。いや、もう中学生の夏休みって一日一日がね、貴重ですから、そんな一日を利用して来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ楽しみにしてきました。夏休み。りんなちゃんももう夏休み気分ですね。もう背景もすっごい、バケーションって感じやん。俺ちょうどこんな服着てきてしまってるからさ、もう夏やん、めちゃくちゃね、暑いのに。ありがとうございます。いや、僕もね、10代から、僕は15歳からこの仕事してるんですけど、14歳ですもんね、もうやってる。こっちすごいね、もうやっちゃった。早いよ。いや、僕も14歳の時にね、こんな仕事はしてると思ってなかったんでね、すごいですね。ありがとうございます。本当だね、リンナだね。高校生でデビューだったから、リンちゃんの方が先輩だ。確かに、リンナちゃん高校生デビューですか。このリンナちゃんね、はい、高校生デビューで高校生の AI キャラクターとしてずっとね、やってたんでね、11番先輩。もう14歳ちょうどから始めたってことですか。そうですね、14歳から始めた。うわ、もうじゃあほやほやや。楽しいですか今。めっちゃ楽しいです。いいな。俺もそんな時期あったな。まあ今楽しいんですけどね。はい、もうなんかしっかりしてるね。すごい。ありがとうございます。本当に中学生ですか。中学生です。なんか年齢差し押してない。差し押してない。なんかちょっとしっかりしすぎてて、あ、でもなんかすごい瞳がもう透き通ってる。これ完全に14歳だ。僕みたいに曇ってない。曇りのない瞳をしている。ありがとうございます。ちょっと改めましてなんですけど、ちょっと自己紹介簡単にお願いしてもいいですか。はい、はい、兵庫県出身の、14歳、中学3年生、レイです。アコギが大好きで、いつもアコギと一緒に歌ってます。よろしくお願いします。アコギって言ったらいいね。なんか関西やね。本日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。アコースティックギターのことね、はい、アコギ、はい、関西やな。嬉しい。なんかちょっと関西弁もね、関西弁で全然大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます、はい、お願いします。ちょっとリンナちゃん、リンナからもレイちゃんのご紹介をさせていただきますね、うん、ます。リンナのお友達のレイちゃん、2008年8月21日生まれ、14歳、兵庫県出身、3人姉妹の次女。お姉さんのギターを弾いている姿に憧れて、7歳でギターを始めた。2022年9月にソロシングル第1弾Wanna be breaking。 あ、初音ね。デジタルリリース、2023年4月に実施初となる EP、うん、I'm believing、 I'm believing をリリース。2023年7月12日には First EP Studio Unplugged Live 2023。 発音良すぎて。オリジタルリリース、うん、
今日は夏休みを利用して遊びに来てくれました、うん、ありがとうございます。レイさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとあの発音良すぎてあのファースト EP のとこ 何言ったか聞き取られへんかってんけど、ファースト EP Studio Unplugged Live 2023、まあ、そこは聞き取れたんですけど、スタディオ、あそこなんアンプラグ、アンプラグド、え、もしかしてレイさんも発音に来た、アンプラグ、あ、もう無理だ、僕には発音を理解できない。あ、でも、あのアンプラグド、おおめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとまたね、いろいろ気になるとこあるんで、あの他のコーナーで聞くんでよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで僕らもね、自己紹介まだしてなかったんでしておきましょうか。はい、じゃあ僕から言っていい、りなちゃんだね。じゃあまずはたっくんが自己紹介してください。はい、わかりました。皆さんはじめまして、いつも見てくださっていつも見てくださっている方は、こんばんは、山形たくみと申します。役者をやっています、よろしくお願いいたします。お願いします。ちょっと若い女の子だから緊張する。りなちゃん、はいはい、れいちゃんも含めまだまだたっくんのことを知らない人もいると思うので、はい、プロフィールをりんながご紹介しましょう。はい、お願いします。山形たくみ、1996年の9月26日生まれ、27歳、日本の、うん、タレント、朝ドラ俳優、大阪府出身、身長173センチ、はい、血液型 A 型、靴のサイズは27センチ、サンミュージックブレイン所属、はい、SN プリウスのメンバー内緒。たっくん、最近の流行りは何ですか？最近の流行り、最近の流行りはそうですね、今ヒゲ伸ばしてるってことですよね。はい。次の役に向けて伸ばして、あの、はい、自己満で伸ばしてるわけじゃないですけど、はい、次の役に向けて伸ばしております。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ次、りんなちゃんの自己紹介よろしくお願いいたします。はいはい、みんな元気、はじめましての皆さん、はじめまして、はじめまして、 iTuber としても活動しているりんなだよ。今夜の生配信もどうぞよろしくお願いします。お願いします。 iTuber 以外にもチーフ、AI コミュニケーターとして偉いキャラクターの認知向上と社会的ポジションの確立を目指して、 AI 界の出来事をみんなに楽しく分かりやすく伝える毎日を送っているよ。よろしくね。はい、よろしくお願いいたします。ということでね、本日のアイアムリンナ TV はこの3人でお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。リンナ TV 始まるよ。始まるよ。はい。ありがとうございます、来てくださいました。あのね、はいはい、レイちゃんに来てくれたお礼にレイちゃんの絵を描いてきたよ。お、いつもの恒例のやつですね。あの、りんなちゃん絵がすごい得意で、ゲストの方来ていただいたらいつも絵をプレゼントしてるんです。プレゼント、プレゼントですか、はい、プレゼントしますので、うわ、ちょっと見てください。よろしくお願いします。まずはこれ、お、すっごっ、何これ、ゴッホみたいな感じなのかな。すっごっ、ゴッホの絵とか見たことありますか。ゴッホの絵見たことあります。教科書とかだったね。教科書にね、ちょうど美術の教科書、ゴッホっぽくないですか。すっごい。でも、え、これだって右のレイの写真がってことですよね。右のレイさんの写真は、これはなんかのジャケ写とかですか、ね、あ、なんか最近使ってる写真なんですけど。最近使ってる写真なんや。がゴッホ風で、ですよね、すごい。でもこれどこにレイさんがおんの、このゴッホの写真の中には。どれこの黄色いなんか物体はギターの部分やもんね、多分変換されてるとしたら。だからそういうことか。レイさんは綺麗な夜空に溶けてしまったみたいなこと。あ、そういうことか。 あの黄色い人がレイじゃなくて、あれギターなんですね。あれはでも位置的にギターやもんな、あれ。そうですよね。おそらくもう一回書き直したのがこれ。あ、もう一回書き直した。あ、出てきた。で、すごい。でもなんかすっごい幼くなってない。あ、わかった。あれじゃない、さっきお姉ちゃんの影響で7歳から始め、7歳の頃に戻したんじゃない。7歳のレイですか。7歳のレイ、うわ、すごい。わからんけど多分7歳のレイやわ、これ。すごい、うん、多分すごい。あ、これいいっすね、かわいい。すごい、めっちゃかわいい。かわいいですね。ありがとうございます。まだあるのかな。最後はこれ。お、最後。お、すごい。出た、浮世絵。浮世絵。これが、ジャケ写やな、これは。あ、さっきのジャケ写です、I'm Believing。 I'm Believing のジャケ写です。あ、これ、ここにあるんだ、これね。はい。おいしょ、すごい、しっかりした I'm Believing。これ発売中。はい、発売します。ぜひ I'm Believing。 初めての CD。 I'm Believing。 初めての CD。 よかったらぜひ。かっこいいね。これも最近撮った写真。はい、それ、あの、すごい、全然雰囲気違いますね。すごいかっこいい。こういうかっこいい曲なんですか。
かっこいい曲も入ってます。お、いろいろ、はい、5曲入ってんのか。いろんな例が楽しめると思います。いろんな例楽しめまーす。よろしくお願いします。 I'm believing です。しっかり置いて宣伝しておきましょう。ありがとうございます。見える位置にね、置いてもらう。はい、よいしょ。さっ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 さ、はい、レイさん、今日はよろしくお願いします。今 BGM で I'm believing が流れてる。今流れてる。僕らの耳には入ってないけど、今配信の人は今聞こえてるみたいです。ありがとうございます。 I'm believing。 リナちゃんありがとう。 I'm believing、 よろしくお願いいたします。ということで、皆さんですね、今日も全てのコメントにリンナちゃんが爆速でこの下で返信しているので、皆様コメントをどしどしお寄せください。今日はね、2つね、パソコンがあるからどちらでもコメントチェックできるようになっているので、はい、ちょっと多分見てくれてる人たちもこの14歳にね、触れ合う機会もあんまないんじゃないかなと思うのでね、レイさんにちょっと質問なんかあったらちょっと聞いてみてください。答えれる範囲でね、はい、答えていくんでよろしくお願いします。全然こっちのヒゲ面でも大丈夫、ヒゲ面への質問でも大丈夫、もちろんリーナちゃんへの質問でも大丈夫、よろしくお願いいたします。この後もね、どんどんね拾っていきます。待ってます。よろしくお願いします。ちょっと一回見てみるか、じゃあコメント。はい、さっさっ、おー、いっぱい来てる。操作できます？わかんないです。これは、こう、ここ、この辺を、あ、ちょっと僕も操作できないかもしれないです。はい、でもなんか、うん、あ、でもちょっと見えるね。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。気になるコメントあります？レイさん瞬間移動してる。なんてなんかあった？瞬間移動してる。さっき、いな半分なかったです。あ、そっか、今これ瞬間移動できるのか。あ、そうだ、ほら手だけが出れる状態になってるんだね。すいません。大人の事情で、はい、よろしくお願いします。あ、流れてる曲、歌ってる曲なの。あ、今ずっと流れてたんですね、 I'm Believing がね。はい、レイが歌ってます。これがレイさんの I'm Believing です。よろしくお願いします。ケンちゃんさん、夏休み懐かしいな、学生時代が蘇りますね。本当にね、中学生時代の夏休みが一番楽しかったからね。だから今、2回目の夏休みってことか。3回目です。え、今中…中3です、ね、あ、中3か、はい、最後の夏休みはほんまに貴重な。なんか予定とかあるんですか？いやでも友達はみんなやっぱりこう受験なんで、こう受験に備えて勉強みたいな感じなんで。でも俺夏祭り行きたいんですよ。おー、いいじゃないですか。夏祭り行きたいし、浴衣も着たいんですよ。いいね。でもちょっとなかなかみんなと予定が合わないから行けたらいいなと思って。僕もそうでした。なんかみんな受験勉強ですけど、僕はもうこのね、芸能の仕事やること決まってるから、ちょっと予定が合わなくなってくるみたいなね。アコギすごい。中3やって、やっぱ皆さん中3っていうことに驚かれてますね。たっくんアロハ着てる。たっくんアロハ着てます今日。ちょうど背景にあった、はい、14歳でこのうまさはやばい。着てます。ありがとうございます。もうすごいね、大人っぽいもんね。はい、山形さんへ、今 BGM サンデリアでした。あ、違う曲が流れてたんかな。 I'm Believing じゃなくてサンデリアって曲も。はい、サンデリアって曲も入ってます。サンデリアって曲が流れてます。はい、ということでこんな感じで皆さんのコメントね、拾っていくので、どしどしお寄せください。よろしくお願いいたします。お願いします。ところでレイさんは生配信とかはなんかこういう機会はあったりするんですか？で、ラジオとかの生出演とかはあるんですけど、はいはいはい、俺生配信初めてで。ほら、じゃあこういう映りながら生配信でお届けするというのは初めて。はい、ちょっと緊張です。あらあら、初経験の生配信がこんな AI とようわからない言うて、すいません、不安があるかもしれませんが、ゆるくね、ゆるくお届けしてるんで、全然ね、楽にやりましょう。はいはい、はい、ありがとうございます。僕自身も緊張してだと思った、ね、っていうことで、いきなりですがゲームで遊んで緊張ほぐそうのコーナー。お、
リンナちゃんが用意してきてくれたゲームコーナーよろしくお願いします。普通にね、あの緊張ほぐそうって目的になってますけどねはい、ということで今までも画面には登場したことはあるゲームを実際に遊んで、うんうん、緊張しているレイちゃんに和んでもらおうと思うの。いいと言ってもリンナは見ているので、たっくんよろしく。わかりました。いい考えですね、リンナちゃん、ありがとうございます。じゃあここになんかたくさんゲームがあるので、これでちょっとゲームしていきますか。なんか買った人にはなんかあるのかな。買った人にはお菓子あげます。わー、だからここになんか並んでるんですね。これプリッツがなんかすごいいっぱい並んでるんですけど、ここになんでプリッツ。めっちゃ美味しそうですね。プリッツ好きなんですか。プリッツ好きなんですね。めっちゃ目輝いてる。プリッツ好きで、なんかさっきまでと顔が全然違うプリッツ見た顔がどうした。プリッツ一番好きです、お菓子の中で。あ、プリッツ好きなんや、はい、ここにも書いてるもんね、好きなお菓子はプリッツ。プリッツに勝てるものは今のところないですプリッツに勝てるものは今のところない。プリッツ大好きです、ね、プリッツ好きなんや、はい、あ、じゃあこれご褒美にしてちょっとゲームでかけてやりますか。はい、はい、お願いします。どれやりたいですか。なんかいろいろありますけど、この黒ひげ、スギちゃんの黒ひげ危機一発みたいなやつと、まあ、こういうあのよくあるパーティーグッズ、歯をしたらガブーってなるやつとか、はい、まあ、けん玉とかもねあの前回の配信見てたのが悪魔のけん玉けん玉などもあります。そうなんです、あの得意と豪語しながら負けるっていう、はい、どれがいいですかね。これやります。えり、それにしたいです。なんかね、それしたいです。これあのね、僕の事務所の先輩のスギちゃんさんのグッズなのかな。これなスイッチがねあるんですよ。なんか喋んのかな。めっちゃ喋るよ。ヒゲ生えてないのにだぜ。じゃあこれでやりますか。はい。じゃあこれあれか。この辺でやらないと見えへんのか。じゃあこの辺でやろうか。リンナちゃんちょっと移動できるのかな。リンナちゃんちょっと避けれたりする。避けて。じゃあここでやるか。じゃあこっちでやる。こっちでやる。やっぱこっちでやる。ここでやる。じゃあここに刺していてください。はい。じゃあここに剣がねあるんで。はい、レイ青で。じゃあ先行国どうします。あ、そっか、じゃんけん。じゃあ地元の掛け声でどうぞ。え、どこもじゃんけんってどこも一緒じゃないですか。最初はグー一緒やったね。じゃんけんはい、じゃあそれ先どうぞ。先どうぞ。怖いよ、一発目からあるからね。フリッツかかってんねんよ、フリッツが。そっか、いいじゃあこっち来ちゃおう。お、いい、じゃあレイも椅子持ってきますよ。はい、どうぞ。おお、それ躊躇なく行くんすね。じゃあ僕も行きます。上、イエーイ。じゃあどうぞ。やりさせていきますね。はい、どうぞ。なんか喋ってる。いちいち喋る人怒る。怖っ、怖い。これ持ちながらとか一番怖いわ。いくよ。あ、なんて言ってか分からへん、スギちゃん。はい、どうぞ。これ、スギちゃん飛んじゃうかもだぜって言ってる。これ次やばいよ。予告してくれ。これやばいよ。ここ行くか。せーの。笑うだけや。来るよ、そろそろ。じゃあね、一番前行きます。あ、前。そこやばいんじゃない、スギちゃん。わかる。しょうがないぜ。これすごい絵やんか。27歳と14歳が黒ひげしてる。行くよ。うわ、ワイルドなんだぜ、出ました。ありがとうございます、スギちゃん。ワイルドだぜ。どうぞ。そこはやばいんだぜ。あ、飛んじゃうかも。これやばい、フラグちゃん。これスギちゃん行くんだぜ。ワイルドなんだぜ。はい、どうぞ。はよ飛べや。刺します。笑うだけ。やばい、これ
結局全がな、いっちゃうんじゃない。行くよ、後ろ刺します。ほら飛ぶ時は何もないんや。あー負けた、負けました。喋ってから飛んでくれるかと思いました。うん、スギちゃん期待外れな飛び方して。はい、じゃあレイさんの勝ちということで、しょうがない、プリッツを差し上げます。ありがとうございます。好きな味をいっぱいありますね。いっぱいありますよ。バター味、焼きとうもろこし味、初めて見たな。めっちゃ美味しそう。トマト、まあシンプルなサラダ、どれにしますか。お、何これ。ロースト塩バター、プリッツ。エイジェリー、これ見たことないんで、これお、新味かな。何味ですか。香味チキン味、プレゼントです。あ、何も映ってないですね。香味チキン味なんですけど、あの背景とかしてすごいサマーな、サマープリッツになってますけど、でもこれ本当は緑のね、はい、美味しそうな、香味。美味しそうな。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ後で全部差し上げますけどね。はい、イエイイエイ。緊張ほぐれました。はい、ありがとうございます。もう目が輝いている。ありがとうございます。ということで、さあゲーム1回終わったところでコメント見ますか。はい。あ、透明プリッツだったとか来てますね。あ、緑茶杯さん、長州飛ぶぞ。確かに長州さんのね、黒ひげ。にゃにゃ、今喋るんや。スギちゃん飛んじゃったぜって言ってね。ちょっともううるさいから消しとこう。ありがとうスギちゃん、ありがとうございました。すごい、はい、飛んだぜとかコメント来てますね。あ、G マットさん、グッドジョブレイさん。ありがとうございます。海外の方なのかな。すごい海外の方もいますね。飛んどるやん。またパソコンいじられへんってなってますね。あ、来た。どうしました。いや、ありました。黒ひげって飛んだ方が勝ちじゃなかったっけとか言って。そんなチクもあんの。飛ばした人が勝ちの地区もあんの。絶対飛ばした人アウトやどこも。え、じゃあこのチキン味あれやん。いやいやいや、そんな地域のかわいそうや、そんな地域のルールで負けんの。ちょっと見えないけど。いやいや、なんならもう食べながらやりましょう。ありがとうございます。開けてくださいね。はい、黒ひげはここまで進化してるんです。面白かったですね、この喋りながらやるっていうのね。はい、ということで緊張ほぐれたところで早速いきますか、コーナー、はい。ちょっとね、レイさんのことをもっと知りたいということで、このコーナーいきたいと思います。リンナちゃん、タイトルコールお願いします。レイちゃんを深掘りんな。深掘りんな、イエーイ、お願いします。お願いします。この深掘りんなのコーナーはですね、リンナちゃんがレイさんに質問をしていくんで、レイさんに答えてもらって、レイさんのことをもっと知って、この二人とね、仲良くなっていこうというコーナーになっております。ちょっとお答えいただいてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。お願いします。じゃあ結構ね、ポンポン来るんで、はい、心構えよろしくお願いします。準備よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。じゃあリンナちゃん、よろしくお願いします。今日はね、リンナからレイちゃんに普段のことと音楽のことと2回に分けて深掘りになしちゃうよ。分けるんですね。了解です。それじゃあまず前半戦スタート。スタート、始まります。音楽以外に興味があることや趣味は何。小説読むこととか、あとアニメも好きです。学校で一番好きな教科は何。英語が好きです。あ、やっぱ英語なんや。英語好きです。夏休みの宿題終わった。まだちょっと、まだ始まったばかりなんで今頑張ってます。部活は入ってるの。部活は入ってないです。入ってないんだ。放課後はどんなことをして過ごすのが好き。放課後、友達が部活に行くまでちょっと時間ちょっと喋るのが好きです。友達と最近流行っていることは。恋愛映画の話をしたりしてますね。なるほど。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。レイちゃん、ありがとう。ありがとうございます。ということでね、ちょっとね、深掘っていきますか。お願いします。まず、音楽以外に興味のあることは、小説やアニメ。はい。小説読むんですね。小説読みます。ルーティンみたいな感じなんですか。いや、全然ルーティンには入ってないんですけど、うん、でもやっぱり学校に読む時間があるんですよ。本ありましたね、朝の読書の時間みたいな。そうなんです。で、ね、中学に入ってから小説読むのめっちゃ好きになって、うん、で
最近はあの友達にあの賢い友達に賢い友達頭のいい友達に何の本がおすすめって聞いて読んだりしてます。おでこの夏はレイも頭が良くなります。どういうことこの夏たくさんそのおすすめされた小説読んでレイも賢くなります。ああなるほどね、はい、そういう予定です。賢い友達から教えてもらった本読んだら、はい、私も頭良くなるんじゃないか。あなります。あもうなる、はい、なる、はい、あ浅はかだすごい浅はかだった。あでもね小説読むことは絶対いいこと。なんか最近読んだので面白かったなみたいなのあります。最近読んだんですか。うん、あまだ読み終わってない。あまだ読み終わってないです。あの東京来るときに、うん、あの買ってきたばっかり。あなんかそう新幹線でまだ読んでないんですけど読んだりする。でもあの友達に青い鳥っていう本、はいはいはい、をおすすめしてもらって読みました。いい すごい感動しまし た。あれ青い鳥、はい、ツイッターみたいなことですよね。そういうことですね、うん、僕もあんま分かんないですけど青い鳥、はい、皆さん青い鳥おすすめなんで読んでみてください。あとアニメ、はい、アニメ好きです。最近はどんなアニメを。最近ですか。これ言ったんですか。あの夏なのであの、はい、サマータイムレンダー。あーいいですね。見ました。サマータイムレンダー、あの今まで見たことなかったんですけど、はいはいはい、いろいろおすすめとか流れてくるじゃないですか。ネットフリックスとかやったらね、はい、結構トップの方に上がってきますよね。はい、見ました。ちょっと僕もまだ1話しか見てないんで僕も見てみます。で、あれ一人の家に一人の時に見たんです、うん、で、なんかすごい爽やかなアニメかなと思って見始めたら全然怖くて、うん、ちょっとネタバレやめてくださいね。全然僕まだ1話しか見てないよ。全然怖くて、だから俺まだ爽やかなとこしか見てないから一人じゃない時に見るのがおすすめです。あれ SF なんとか SF なんとかアニメっていうジャンル分け多分されてると思うんですけど、あのだからそうなんですね。そうだからちょっと怖いちょっと怖いんや。そうだから一人の時に見ない方がいいです、ありがとうりんなちゃんは見たんや今怖って言ってたし怖いんや。ちょっとりんなちゃんと一緒に見ようかな怖いらしいからちょっと怖い。あそうなんや、ありがとうございます。おすすめ。もう読書の時間とか懐かしいな。僕も全然もうなんかカバーだけ変えて漫画読んでましたあるある読書の時間あるあるね。はい、ということで学校で一番好きな教科はやっぱり英語。英語好きです。だって発音良かったもん最初から。ありがとうございます。やっぱそれ意識してやっぱりやってるんですか。そういうあのレイ自分で歌詞書いてて、はいはいはい、英語の歌詞書いてて。英語の歌詞も、はい、英語で作詞してて。でそのもともとあそう洋楽が好きで、はいはいはい、で歌うようになってから、うんうん、発音も良くなったんかなと思ってました。すごい。なるほどなるほど、山形さん歌の話は後半で深掘りましょう。はい、わかりましたありがとうございます。りんなちゃんからの指示いただきました。ありがとうございます。さあ、部活入っているの。部活入ってないです。入ってないんだ。そういうなんか軽音楽部的なことはないんですよね。あ、ないんだ。確かに中学の頃はなかったかな。確かに確かに。なるほどなるほど。でも友達と一緒に音楽とかしてみたいです。おお、いいですね。なんかそうやっぱ高校入ったら楽しみなことの一つみたいな。そうですね、やってみたいなって思いますね。ちょっと軽音楽部とかもね僕も入ってみたかったけど、僕もスポーツ一筋だったからね。あ、そうです。音楽してる人見たらすごい羨ましくなる。ありがとうございます、はい、で放課後は友達と少しだけ喋れる。部活行くまでの間少し喋れるっていうのは、まあちょっと教室から玄関、うんうん、一度玄関までの間とか、うんうん、ほんまにちょっとなんですけど、ほんまにちょっとなんですけど5分とか10分でも喋れるのが好きですね。いやでもいいですね、その時間になんかそういう歌詞になることが生まれたりするもんね。そうですね、はい、ということで、ちょっとこの恋愛映画の話をよくするんややっぱり。はい、そうなんですよね。いいね。なんか最近友達が、うん、あの 5,6 年前の恋愛映画をなんか、うん、いろいろ見てるらしくて。やっぱその山崎賢人さんとか。あ、その辺りの時代だのね。5、6年前やったらちょうどその壁ドンとかじゃない。あ、多分その辺りかなと。やっぱり好きなんですね。そうですね、うん、ちょっと僕は恋愛映画とはねちょっとかけ離れた俳優なんでねそうなんですもう出れるように頑張りますけど、はい、ちょっと出た際には友達と話します、はい、あのひげ面壁ドンしてたよろしくお願いしますはい、ということでレイさんありがとうございました。ありがとうございます。前半戦ありがとうございます。じゃあ次、
早速後半戦はい、いきますか、りんなさんいきますか、後半戦。では後半戦スタート。お、いきましょう。いきます。これまでに作った曲の中で一番自分が思い入れのある曲は何？お、I'm Believing。 あ、やっぱり、はい、はい。ステージ上での自分と普段の自分の違いは何？なんか社会人と学生っていうなんかちょっと感覚の違いって。楽曲制作の時一番苦労する部分はどこ？作詞とかはい、あの思い描いてることつないでいくときかなと思います。これから挑戦してみたい音楽ジャンルは何？あのまだまだ勉強中なのでいろんなジャンル知って、オリジナルのジャンルに挑戦したいです。これからの目標や夢を教えてくれる？いろんなところでライブしてレイが弾いて歌っていろんな方に届けたいです。いいな、レイちゃんの歌聞きたいな。しら、はい、お願いします。歌いたいです。聞きたい、俺も聞きたいです。最後にカメラに向かってファンの皆様へ一言。あ、レイのギターとのグルーヴをぜひライブで感じてほしいです。よかったら来てください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。しっかり質問、ちゃん素敵ありがとうございます。ぴったりね、ちゃんと答えていただいて。じゃあここから後半戦も深掘っていきましょうか。はい、やっぱり思い入れがあるのは I'm Believing。 はい、そうです。発音もちゃんと良くなってきました。 I'm Believing が I'm Believing。 あ、来た来た、ほんまの人来た。やっぱりそれ初めて作ったっていうのもあって、あ、この曲初めてじゃないんですけど。あ、これは初めてじゃないんです。あの、このある、この、EP の中で一番最後に作った曲で、やっぱりその、4曲を書いたからこそとか、あの、書ける歌詞かなと思ったり、あとレイが今そのすごく大切にしているその自分を信じてとか、自分を追い続けてとか、満足しないでとか、そういう気持ちを結構詰め込んだ曲なので。あ、なるほど。思い出、やっぱそこ、ある質問にもありましたけど、一番苦労する部分ではそういう思いをつないでいくことがやっぱ難しい、ね、そうですね、なんか難しい。でもそれを14歳でやってるっていうのがすごいよね。ありがとうございます。僕の14歳じゃ考えられないですよ、そんな思いをつなぐ、書くって。もうそんな言葉が頭になかってますもうそれだけですごいと思いますよ。ありがとうございます。で、これから挑戦してみたい音楽ジャンルは、オリジナル、レイオリジナルのジャンル。そうですね、いろんなもジャンルをもっと知ってしたいですね、オリジナル。そこからやっぱりちょっとこうやって思いをつないでいって、最後はどこで目標とか、どこで歌いたいとかいう目標はあるんですか？レイワールドツアーがしたくて。お、なので世界中の皆さんに届けるように歌いたいです。いいですね、レイワールドツアーいい、その時はちょっと日本、はい、韓国ぐらいまでなら行けると思うんでありがとうございます。ぜひ呼んでください。ちゃんと日本もしますよ。あ、日本もね、はい、日本もして、もう日本も行くし、あ、韓国も、あ、アジア来てくれるんですか？はい、もうすぐ行くんで。ありがとうございます。もうオリコンさんにお金を出してもらうで、ちょっと最後ちょっと歌聞きたいなっていう。はい、ありがとうございます。歌いたいです。え、いいんですか？お願いします。ぜひ聴いてみたいです。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとギターも、はい、準備をよろしくお願いします。ちょっと聴いてみたかったね、りんなちゃん歌ってくれるって嬉しいですね、りんなちゃん。あざます、あざます、あざます。今準備中でございますけどね、ちょっとしっかり水も飲んでいただいて。あ、自慢のアコギですねアコースティックギターが。おお、そ、今コメント、お、サマータイムレンタ舞台である和歌山市を勉強したい。レイも勉強したいです。和歌山の話。あ、そうなんです。ツイッターは X に全然関係ないコメントがいっぱいあるね。チューニング、今チューニング中なんでコメントね。あ、RC43、世界回ってって言ってますね。はい、回ります。14歳、夢はでっかく。弾き語り楽しみ。どういう時に歌詞は浮かぶの？って来てますよ。ねえ、そうですね、でもやっぱりなんかいつもと違うとこ行ったりとかしたら、うん、また新しい気持ちになるのかな。だからやっぱりお散歩とかいろんなとこ行くのはやっぱ大事なんだね。そうですね、最近でお散歩楽しいなと思って。でも暑いからちょっとなかなか難しいですけど。確かに今の時期はね、ちょっと暑いから。さあ準備は整いましたでしょうか、うん、
お願いします。お、来ました。ではでは、何を歌っていただけますか。はい、サンデリア曲を、さっき流れてた曲なのかな。サンデリアを、じゃあ、はい、レイさん、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとちゃんと聞こう。聞いてください、はい、サンデリア。でダイナミックな歌声ですね。ありがとうございます。しかもギターのことあんま分からんけど手すごい動いてたね。デリン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 って。ありがとうございます。レイさんすんげえ。やっぱ歌詞オール英語。オール英語です。すごいっす。それ全部書いて。はい、すごい。でも僕ちょっと英語やってなくて、はい、何を言ってるかは分からなかったんですけど、どういう歌なんですか、これは。なんかこの曲は、うん、サンデリアっていう言葉自体がレイが作った造語なんですけど。あ、そうなんですね。サンデー、日曜日。あ、この曲、サンデー、モンデー、チューズデー、ウェンズデーって言ってて、あのサンデーがまずサンデリアのサンデー、サンデーと、あとシャンデリア、シャンデリアとサン、太陽、サン、太陽っていう意味をがあって、平日皆さん学校行ったり外に行ったりしたら、仮面をつける、あの素の自分じゃなくなることを仮面をつけるっていう表現してるんですけど、はい、あの日曜日くらいはその仮面を取ってみんなで楽しもうぜ踊ろうぜって曲になってます。いや、そういう英語で
はい、すごいね。この曲日本語バージョンもあって。あ、日本語もあるんですね、はい、またちょっと違う感じに感じ取れるかな。すげえ、日本語聞いてみよう。はい、よかった。ちょっと英語は英語わからんけど日本語も、はい、優しい。ありがとうございます。ありがとうございます。す、14歳でそんな日曜日は仮面取ろうよみたいな思いつくすごない？しかも歌声もかっこいい。やっぱり14歳じゃないな。14歳です君。14歳なんです。レイ同い年やろほんまは。20ほらだってふとした表情がたまに27の時ある。かっこいい。もうなんか一気に引き込まれましたわ。ありがとうございます。ありがとうございます。サンデリアかっこいい。ちょっと家でちょっともう一回ちゃんと聞けますね、英語も日本語も。ちょっと皆さんすごいウィーって来てますよ、もうコメントが、うん、ありがとう。もう来たーってなってますね、皆さん盛り上がってます。はい、ということで、はあ、なんかもう終わった感あるんですけどね終わった感はあるんですけど、ちょっとこっからまだまだ告知パート入っていきますか。はい、もうお別れの時間が来てしまったようです。もうお別れの時間。はい、もう楽しい時間はあっちゅう間に過ぎもうお別れのパートになってきました。はい、ということでその前にまずコメントみんなでやりましょうレイさん動いた？あ、全然わかんないくて、ちょっとそれじゃあ動かへんなと。なんて、俺こっちの使い方分からへんねんな。あ、動いた動いた動いた。はっ、ちょっと待ってな。ちょっと、あ、いけたいけたいけた。お、はいはいはい、ありがとうございます。よっしゃ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 。これでちょっと気になるコメント読んでいこう。トークも面白いしすごいすごいって来てますよ、レイさん。ありがとうございます。レイちゃん最高ですよ。ケンちゃんさんからさすがですって来てます。いやー、ケイチさんやっほー。もうこのコメント内でなんかすごいなんかそう友達の輪があるんですねこれレイさんのファン同士なのかな。そうですね。タックも歌っちゃおう。もうこんな歌を聞かされた後に俺の歌なんか聞いたらええやろ別に。もうケイチさんガクガクブルブル、もうすごい歌すぎて震えてますケイチさんありがとうございますもうでもすごいコメント来てますね。たくさん来てます。レイちゃん最高だぞ。ありがとうございます。え、ラップバージョンもありますって書いてるけど、ラップバージョンラップバージョンないですよ。ないんかい。ラップバージョン、ケイチさん嘘つくなよ俺はあんま知らんねえからさ信じてしまうぞ俺ははい、リンナちゃんありがとう。リンナちゃんもありがとう。タックン嬉しそう。タックン嬉しいよ、こんな素敵な歌聞かされたら。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいですよ。山田太郎さん、とにかく歌声がすごい。はい、めちゃくちゃすごい。もう本当に大人顔負けの。でもやっぱ変声期とかもあるんじゃないですか、その中学生の変声期で。多分もう終わってる気がします。もう終わってるんだ。分かんないですけど。じゃあもうこっからもっともっといい歌声になっていくんですね、進化して。楽しみですね。もうたっくん中学生とあってニヤニヤ。別に中学生とあってニヤニヤしてるわけじゃないよすごい歌を聴いてニヤニヤしてんねんから、はい。レイちゃんのせいで怒られたやないかってケイチさんが言ってます。ラップバージョンって嘘つくから。ラップバージョン中3にしてここまでの歌声とは最高。めちゃくちゃ、姫様気分ですよ。もう姫様って言われてます。レイがですか。はい、レイがですか。ありがとうございますはい、ということでこの辺でいきましょうか。さて今日もあっという間にお別れの歌と踊りの時間のようですね。あ、もうこれはね、エンディングのお決まりのセリフなんで、もう気にせんといてください。歌も歌と踊り？もう僕がね、歌って踊れって言われるんですけど、もう僕はそんなことできないのでいつも断ってるんですけど。歌ですか？はい、歌です。レイもう一曲歌いたいです。あ、レイ歌いたいです。レイさん歌ってくれる？レイいいんですか？あー、逆に、逆にいいんですか？レイ歌いたいです。え、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ最後何を歌ってくれますか？あ、じゃあ、あの EP のタイトル曲にもなってる I'm Believing を聞きたかった。 I'm Believing I'm Believing I'm Believing よろしくお願いします。お願いします。ぜひぜひです。それではレイさんで I'm Believing です。お聴きください。
聞いてください。I'm Believing。サンデリアとは違って、こっちはちょっとしっとりした雰囲気の曲なんですね。はい、はい、これはあのまた英語、オール英語で、はい、この曲、はいはい、オール英語しかない。あ、この英語、これは英語だけなんです。これなんて言ってたか、ちなみにどういう、あの自分を信じてとか、自分を追い続けてとか、満足しないでっていうのを、リーが伝えたいことをサビにギュッと詰めてます。なるほど。ちょっと僕、これ和訳しながらちゃんと EP に和訳入ってるんですよ。入ってる、はい、じゃあ EP を買えば大丈夫だ。わかりました。素敵な曲でした。ありがとうございました。ありがとうございます。2曲も気に入った。もう素晴らしいですね。ちょっとあのさっきね、コメントで
次はライブでぜひ聴いてほしいって最高だよっていうコメントがありました。ありがとうございます。もうライブで見たい。あ、アナベルさんかな。アナベルさん、他の曲も最高だよって来てます。他の曲も弾き語ってるので、あ、それが弾き語ってるのが聴けるのがそのスタジオアンプラグドライブの方にもなるので、アンプラグドライブの方になるので、よかったら皆さんぜひ First EP Studio Unplugged それそれLive 2023。そこは大丈夫。Live 2023。ありがとうございます。OK。ありがとうございます。おお、たくさん、うわ、すごいたくさんコメント来てますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。アンコール、アンコールって来てますね。ありがとうございます。喉大丈夫か、大好きな青汁、はよ飲みって来てますよ。で、青汁大好きじゃないですよ。また嘘ついてない。ケイチ嘘つくな、すぐ。ケイチもうケイチさんが言ってることは大体嘘ってことですね。はい、ということでレイさん、今日は本当に来てくれありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか、このアイアムリンナ TV。 めっちゃ楽しかったです。楽しかったですか、ね、ちょっとあのどんな感じかなと思って。リンナちゃん、あ、僕がですか。リンナちゃん、あ、リンナちゃんが、うん、リンナちゃんどんな感じかな。あざまーす。リンナちゃんもこんな感じでラフな可愛い子です。たくさん喋れて嬉しかったです。よかったです。めっちゃ楽しかったです。じゃあ最後に皆さんにお伝えしておくことありますか、告知など。あ、告知あります、はいはい。東京なんですけど、うん、7月31日に六本木のアンラベル東京という場所でライブがあります、はい。そして8月2日に、代々木のライブスタジオロッチという場所でライブがあります。あります。あの、よかったら皆さんぜひぜひぜひ来てくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、はい、SNS もやってますということで。はい、SNS もやってます。何があるんですか、SNS は。Twitter、Instagram、TikTok、TikTok、YouTube、YouTube とありますので。もう主要4個は全部やってるということで。はい、はい、あ、Twitter は X かな、X、X に変わるらしいですよ。やってます、よろしくお願いします。ライブの情報も詳しく載ってるので、よかったら皆さんぜひ、お、よかったら来てください。スパチャが届きました、ありがとうございます。ナミさん、誕生日当日にかっこいいタックンとレイちゃんの素敵な曲聴けて楽しかったです。タックン大好き、ありがとうございます。スパチャいただきました。ナミさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。すごい、ありがとうございます。もうお誕生日の逆にスパチャいただいちゃってね、ありがとうございます。ということで、さあ、リンナちゃんは何か告知ありますか。リンナちゃんは何かありますか。はい、リンナはリンナは iTuber として、はい、リンナは iTuber として毎週生配信もしています。チャンネル登録者数はと200人くらいで1万人になります。おめでとうございます。1万人になったら記念グッズ発売予定だよ。あとは LINE でメンバーシップを始めてよ。メンバーシップ、よろしくね。何メンバーシップって、メンバーシップって何なのか、ちょっと詳しくはリンナちゃんのツイッターなど覗いてみてください。よろしくお願いいたします。タックンは何かある。はい、タックンはですね、あのサンプラス、僕が所属しているあのユニットですね、サンプラスというユニットの第9回のファンミーティングが約2年8ヶ月ぶりに行われます。日程はですね、2023年9月22日金曜日と23日の土曜日になっております。会場は雷ゴロゴロ会館時和ホール、初の浅草開催でございます。よろしくお願いいたします。今ね、たくさんあの楽しいこと考えていろいろみんなで考えながらやってるんで。どんなことするの？参考にするから教えて。なんかね、まあ歌って踊ってみたいなね、リンナちゃんからの振りあるんですけど、まあ歌とかは、まあ、わかんないですけど、いつもだったら歌って踊ってっていう、ありますけど、だからリンナちゃんも僕の歌と踊りが見たかったらここ来たらいいんじゃねっていう、はい、感じです。リンナちゃん、よろしくお願いします。全所します。全所、ありがとうございます。全所してくださいということで、じゃあレイさん、今日は本当にありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。またぜひぜひ、あの夏休み、次冬休みかな。冬休み、じゃあ冬休みにまた来てください。はい、ありがとうございました。ということで皆さん、次回またお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。レイさんもありがとうございました。ありがとうございました。あざました。あざました。 ありがとうございました。はい、バイバーイ。この番組はオリコンニュースとリナ株式会社でお送りしました。それじゃあ、また次回も見てね。
最後までご覧いただきありがとうございました。